自動車特有のゴーというロードノイズ、EV によってエンジンの音がなくなり残るロードノイズの音、これをいかに消すかということが長年の課題でした。日産はその課題を解決する新しい遮音材の開発に成功しました。それが音響メタマテリアルです。これまでは例えばゴムの板のように重い材料で音の侵入を遮ってきました。音響メタマテリアルは従来の材料と比較して4分の1の軽さで同じ遮音性を実現します。圧倒的な静かさと軽量化を両立するということが新しいブレイクスルーです。構造は格子構造の上にフィルムを貼るという構造、そのフィルムが効率的に震えるという特徴があります。音に対してタイミングよく膜が震える、で震えることによって音を効率的に跳ね返すというのが特徴です。結果的に入ってくる音は小さくなります。日産は EV のトップランナー、2010年に初代リーフを出しました。そこでお客様からのいろいろな声を聞きまして、静かさというものが快適な移動空間につながるということを理解しました。車を軽くするということは電力の消費量を下げる、あと運動性能を向上させるというメリットにつながります。これまで重い遮音材料を搭載できなかった車両にも今回の材料が適用できる可能性があります。これが日産インテリジェントモビリティ。日産はより快適な移動空間、静かさの実現のために開発を続けていきます。